はい、皆さんこんにちは。こんにちは、もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。はい、センター初日行ってきました。もうわけわかんないです。わけわかんないです。何をやってるのかもよくわかんなくて、もうわけわかめです。まあ1日目だからしょうがないんだけれども、ちょっとね、教え方も雑というか、こんな感じですみたいな、なんか説明をちゃんとしてくれないあたりがちょっと不安。だから何がわかんないかわかんないから、細かく説明してくれないとわからないんだけど、こんな感じってなっちゃうと、こんな感じって言われてもどんな感じだろうっていう感じ。ちょっとね、ピエンかも。ピエンかも。続くかなーとかちょっと思っちゃって。ちょっと続くか不安。まあ、あと、不安なのは、なんか、その他もろもろ全部不安かな。まあ一日目だからしょうがないんだけどね。そう、それで、まあ今日は終えてきたんだけど、どうなんだろう。あとね、ちょっといろいろなんか不便なこととかがあって、まあね、外を回るんですけど、まあ道を覚えるのとかもね、まあ大変だったりとかするし、あとは財布？私長財布なんだけど、カバンに入らないっていう問題が発生していて、今んとこまあ私は入れるもんがそんなないから長財布入ってるけど、今後多分独り立ちしてっていろいろ入れるようになってきたら、あ、もう絶対入んないなっていう感じですかね。そう、そんな感じなんですよ。だからちょっとスタートは不安なスタートで始まりました。しかもね、なんか目覚ましが、なんかほら、その人のリズムに合わせて鳴る目覚ましみたいなのを携帯で使ってるから、4時半から5時の間に、私目覚まし5時にセットしてんだけど、4時半から5時の間にアラームが鳴りますみたいになっちゃってて、で私もう次の日のこと考えてたら、夜は寝入りはいいんだけど、朝はもう気になっちゃって、もう4時ぐらいに目が覚めちゃって、ああ散歩大丈夫かなとか、目覚めるかなとか、なんかうだうだしてたら、4時半に目覚まし鳴っちゃって、え？と思って、でどうしようと思ってもう一回寝ようかとも思ったんだけど、でも5時までだしどうしようかなと思って、で結局もういいや起きちゃえって言って起きたんだけど、
それで朝雨降ってなかったから散歩行ってとか、やっぱりやってたら朝4時半に起きてもちょっといろいろ掃除とかもろもろしたら時間がない。うん、だからちょっと疲れちゃうかなと思って、なんかの掃除を家帰ってきてからに変えようかなとか思ったりとかしてて、ちょっと調整中ですね。はい、ということでね、昨日帰り遅くなっちゃったから本当はお花デーだったんですけど今日になりました。今日ねびちょびちょで買ってきちゃったんだけど、雨の中買ってきたんだけど、はい、今日のお花こちらです。スターチースっていうお花です。これね、一輪だとこれだけになっちゃって寂しいからと思って、これ100円だったから今日は2束買いました。ちょっとねこうやってまとめて飾ったら可愛いかなと思って、飾ってきますね。はい、入れてきました。こんな感じになりました。かわいい。でね、カーネーションがねまだ元気だったからペットボトルしかないからペットボトルなんだけど移しました。ね、すごいかわいいお花。ね、食べないで。え、食べられちゃったんだけど。何？え、食べないで。え、ちょっと寝室に飾ろうと思ったんですけど、猫に食べられちゃうので、ちょっとこっちは大丈夫そうなので、これダメですね。やだ、食べられちゃった。やだ、こっちも大丈夫かな。はい、とりあえず本当はもっと持たせたかったんだけど、ちょっとパクパクと食べてしまうので、やだ、怖い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 、パクパクと食べてしまうので、もうちょっとさようならすることにします。寂しい。あ、ほら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 、持ってかれちゃう。ダメだよ。はい、ということでね、今日のお花はこちらのスターチースですね。はい、明日も仕事なので、まあ明日の2日目の様子もねお伝えできたらなと思います。はい、今日もここまで動画をご覧いただきまして、どうもありがとうございました。本当にいつも動画を見てくださってありがとうございます。感謝です。本当に感謝感謝です。ありがとうございます。はい、なのでね、もっともっと仲間やお友達を増やしたいので、はい、チャンネル登録、グッドボタン、拡散、ぜひともよろしくお願いします。はい、
本当に今日もここまで動画をご覧いただきましてありがとうございます。また楽しみに待っててください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイ。